俺の全て、お前もそこにいるのか、フーゴ。ベネディクタ、俺も今からそこに。 Thank you.
ルテマ、何のつもりだ。人の生み出したる自我ありしといえども、力を求めるは鈍色の差があればこそ。力を喰らって汝はここまで成熟した。間もなく完璧なる我が器となろう。貴様は何を言ってる。それが汝の天命だ、ミュータス。我を受け入れ、この断りから逃れることはできぬ。そう、決して黙れ。それ一つで存立していないということか。かような思念が絡みつき、その自我を嫌悪としている。汝の自我を消せば器の本分を取り戻せるかと思ったが、まとわりつく全ての思念を断ち切り、泡沫に変えねばならぬようだ。創生が始まる時を待ちながら一作講じるとしよう、何時のためにな。上司はどこに。